三池平古墳三池平古墳の一三池平古墳は静岡県静岡市清水区産切れ原にある古墳古墳時代中期初頭に築造されたと推定される前方公園墳で静岡県の史跡に指定されている伊原山地から派生してきた静岡市立清水伊原中学校東側の丘陵先端に立地し標高は海抜55メートルである 古墳の規模は、全長65メートル、公園部計43メートル、公園部高さ5メートル、前方部幅36メートル、前方部高さ3.2メートルである。前方部を南東に向ける。墳球は3段築造だが、1段目は、南西側の部分的にしか存在しない。また周合も、墳球裾その北側から東側にのみある。墳球裾その一部には、 敷石が敷かれていた。また、墳糾場には、壺形葉庭が置かれていた。1956年にみかん畑の農作業中に、発見され、1958年に、当時の伊原村により発掘調査が行われた。その結果、公園部長部に主軸を北東南西方向に取り、墳石を積み上げて上部に7枚の天井石を乗せ、内部を粘土で覆った縦穴式石室が見つかり、 その中に、安山岩製の先竹形石管が収められていた。石管内は、朱が塗られ、やや若い男性の白骨遺体のほか、車輪石、石縮城、小玉、管玉などの装身、装飾具が収められていた。また、石室の符に石をずらすことで石管との隙間に、設けられた棚状の部分には、変形方角菊子人郷、四十分郷の道郷二面のほか、 筒型銅器や、防水車形積製品、ホタテ貝形積製品、太刀、ち、通す、剣、矢尻などの鉄製武器、斧、鎌、クワさなどの鉄製農具が収められていた。このような構造の埋葬施設を持つ古墳は、三池平古墳より、伊藤にはなく、副葬品も特殊なものがあることから、谷津山古墳などに次ぐ伊原地域の有力市長簿と考えられている。 この地域を治めたとされる与原市との関連性も想定されている。1992年11月20日に当時の清水市の史跡に指定されていたが2001年3月15日に静岡県の指定史跡となり2009年に整備工事が完了した。専用駐車場も完備されているが新型コロナウイルスの対応期間中は一時使用不可と なっていた5月25日から使用再開。また、出土遺物は、静岡島遺蔵文化財センターが保管、展示している。ありがとうございます。